はい、皆さんこんにちは。キクチャンネルのキクちゃんです。今日はね、やっぱり人は一人じゃ生きれないって話をちょっとしたいなと思います。まあ、当たり前のことなんですけどね、改めてちょっとまた感じたっていうエピソードをちょっと話したいと思います。もうずいぶん前のような記憶になるんですけど、1ヶ月ぐらい前に同窓会がありましてね、で僕は幹事でも何でもなかったんですけど、その後ね、次回の同窓会の幹事をね、まあそれは小学校なんですけどね、立候補しましてね、今はその幹事で活動をしていこうかなっていうことでね、計画立ててるんですけど、まあ4月に入るとね、うちの地元はね、桜、まあ、当然日本全国どこもそうなんですけど、桜が咲くじゃないですか。で我が母校のね、隣に黄瀬川っていうね川が流れてるんですけど、その黄瀬川の川沿いにね、毎年4月に桜が咲く、桜並木がありましてね、そこに桜が咲くんですよ。でね、僕はもう毎年そこでね、花見をね家族でしてるんですけど、その花見をね、せっかく同窓会で集まった仲間とねしようじゃないかってことでね、計画を立ててね、仲間を募集を募ってるんですよ。ところがね、なんていうかな、まあそれは僕がやろうって言ったのではなくね、もともと中学校の同窓会を企画した仲間がね、僕にね、お願いしに来たんですよ。菊ちゃん、花見やろうぜって声かけてくれへんかとで、そいつからの電話初めてだったんでね、僕もね、そいつの気持ちを汲み取りましてね。だってね、中学校の時は確かに友達やったんですけど、何十年ぶりかに僕の方に電話かけてくるわけじゃないですか。で、お願いされたら普通断りませんよねでその経緯がちょっと面白くてね、その今 LINE って便利じゃないですか。 LINE グループってあるんですけど、130人ぐらいいるんかな、 LINE グループがね、人が集まってるんですけど、その130人ぐらいのグループがね、やっぱちょっと重たいんですよ。重たいというかね、特に話がわーっと、もう同窓会終わっちゃいましたんでね、特にわーっと盛り上がるってことも少ないんで、僕はまあ盛り上げてもね、そんなにそのリアクションが少ないんですよねそれでね、その幹事の子がね、僕に花見やろうぜっていうのを企画してくれないかと電話でお願いしてきたんですよ。ほいでね、そこで企画するっていうのは、言うたら130人の前でよ、自分の意見を発表する場になるわけじゃないですか、 LINE 上でもね。でリアクションがなかったら寒いのは、いうか痛いのは僕になるんですよ。わかります経験あります、皆さん。LINE グループで発言してね、リアクションなかったら悲しいでしょみんな見てるんですけどね。でそれをね、ちょっとお願いされてね、まあ、本当やりたくなかったんですけど、まあそいつが電話してきて、まあお願いするもんだからね、分かった、女は やるよと。僕は相手の気持ちを汲むタイプですからね、相手の気持ちを察してね、ほんなら今から30分ほどで文面をアップすると。ただ幹事君っていう名前で言うときます。幹事君、それに対して君リアクション取ってくれよと、頼むよとね。僕が一応温度を取るけど、それに対して要は盛り上げてくれよっていうことをお願いしたんですよね。考えただけで寒いでしょで僕はね、花見しようぜと、いついつに河川敷でみんな仲間と集まろうぜっていう形でこうバーンとこう掲示板に貼ったんですね。ところが10分経っても20分経っても既読はね30件40件50件ってなるんですけど、誰からのアクションもないんですよそれでね、ちょっと僕も焦ってきましてね、
その感じのやつにね、リアクション取ってくれって、放置はきついとでお願いしたらね、そいつもさしてくれてね、仲間内声をかけてくれて、あの、お花見面白そうやんけって、私も参加するという形でね、こう、まあそういった話でね、今ちょっと盛り上がりつつあるんですけど、まあ、まだね、そんなに参加するぞっていう人は少ないんですけどね。結局ね、一人じゃね、なかなかそういった企画、要は盛り上がる場っていうのはね、なかなかその成功しないわけで、なんていうんかな、やっぱり優しさでできてるんですね、ああいうのってすべてね。提案する人がいて、盛り上げてくれる人がいて、あと、何かな、まあ、空気を察してくれる人がいてね。日本人ってどうしてもね、日本人というか、やっぱり傍観者になりがちだと思うんですよね。当然、休日ね、時間を使うわけですから、まあ、休日は休日に予定があるでしょうしね。まあ、そういったことでね、今、花見の企画をね、考えてるんですけど、何事にもね、ほんと一人じゃね、うまいこといかないな、と、ちょっと思ってますよ。まあでもね、せっかく花見するんですからね、まあ綺麗な桜花っていうのはね、当然なんですけど、まあそこにお酒ですよね。うまい酒。で、そこにね、仲間が集まればね、これも最高なんじゃないかなと思うんですよね。まあそうやってね、ちょっとずつ企画をしてね、もう地元播磨町ね、盛り上げていこうだ、行こうかなと思ってますよ。やっぱりね、半分以上がね、地元播磨町をね、出てしまってますからね。なんていうかな、やっぱり田舎ですからね、みんなやっぱりチリチリバラバラ、特に女性なんかはね、嫁いで行かれる方が多いんで、みんなね、それこそバラバラなんですけど、まあ地元に残った者同士ね、そういった形でちょっとでも繋がっていければね、同窓会をした甲斐があるのかなと。ここでも話したかな、なぜ同窓会をするきっかけになったのかっていうと、あるね、中学校時の友人のね、死がね、やっぱりそういったきっかけになりましたんでね、もうあいつと二度と会えないと思うとね、いつ自分がね、そういう形になるか、まあ自分の友達がね、もう二度と会えないかもしれないと思うとね、こんな企画でもね、一回でも多くできればね、できればなと思いましてね、今日は音声に撮りました。以上です。ありがとうございました。はい、おはようございます。キクチャンネルのキクちゃんです。昨日はね、うちの子供と一緒にプライベートを過ごしまして、一緒にね、河原を散歩したり、石を投げたりね、つくしを取ったりいう形でね、楽しく過ごしました。ところがね、うちまだポケモン GO ってやつやってましてね、そのポケモン取る途中にね、スマートフォンを子供が落としましてね、スマホがね、ガラスが割れてしまうっていう事件がありましてね、ポケモン GO をやり始めてね、もうスマホがね、3台目なんですよ3台壊してるんですね。カバーつけてね、保護シール貼れよって話なんですけど、どうもね、僕カバーもね、そんなになんていうんですかね、ごついカバーが嫌いな方でしてね、で液晶保護シールもね、嫌いなんですよ。なんか触り心地も悪くなりますしね、そんなん重なって3代目ですよ。去年の夏から
スマホを3台交換してますからね。まあそんなこんなでね、またスマホをね、昨日注文しましたけど、まあね、わざとじゃないんでね、怒ってもしゃあないんで、ここでね、愚痴っときます。あとね、そのスマホとはね、まあ関係ないんですけど、うちの祖母が入所してね、介護施設の方に入所して、うちの子供とうちの母親とね、3人でね、ばあちゃんの様子を見に行ったんです。行く途中ね、まあちょっと昼前だったんで、ちょっとおばあちゃんがね、昼食時間だったので、昼飯食べていこういう話になりましてね、で場所が稲美町の、入所してるのは加古区稲美町という、まあ、かなり田舎の場所なんですけど、そこに美味しい手打ちそばを出してくれる店がありましてね、まあうちの母親がしてたんですけど、そこ行こうっていうことで行きまして、でまあ美味しかったんですよ。まあかなり美味しかったんですけど、うちの子供もね、私もね、生粋の和食党なんですよ。それで値段もね、結構いい値段しましてね、お昼から1600円ぐらいする定食をね、うちの子供頼むんですよ。ざるそば穴子天定食みたいな、なんかいう、なんか高いの頼みましてね、3人生産終わってレジ僕払いに行ったら、3人で3800円ぐらいしてましてね。昼からかなり贅沢やなと昨日思ったんですけど、まあ美味しかったからあれなんですけどね。で昨日うちの祖母のね、施設に行きましてね、そしたらうちの子供まだ小学校上がる前なんで、まあインフルエンザの心配かなんかがありましてね、上のその居住施設には上がらないでくださいねって言われましてね、で下のロビーみたいなところでね、うちの祖母を待ってたんですよ。そしたらね、ちょうど入り口のエントランスのところにね、知ってる人は知ってるかな、ソフトバンクのね、ペッパーくんがね、待ち構えてくれてるんですよ。ペッパー、人工知能ってやつですね、AI のロボット、僕触るの初めてでしてね、でそのペッパーくんと僕とその子供とで、ペッパーくん相手にね、頭をなぜなぜしたり握手したりね、あとペッパーくんがギャグを言ってくれるんですよ。そのギャグを聞いてね、ロボットギャグなんですけど、一緒に聞いて笑ったりとかね、あと胸元にね、タブレットがなんかついてましてね、そのタブレットを触ったらなんかリアクションしてくれたりとか、あと動画が見れたりとかね、ほんと今風のね、あとね、ペッパー用のアプリねがダウンロードできたりとかね、まあそのダウンロードまではしなかったんですけど、話しかけてはね、挨拶したりとか、ちょっとユーモアがあるんですよね。でね、まあまだね、受け答えっていうか会話にはならないんですけどね、ちょっとぎこちない感じは残ってるんですけど、まあでも遊べないこともなかったですよ。時代は進んでるなと。まあペッパー君がいればね、20分や30分はね、受け答えだけでね、十分時間が潰せると思いますよ。でうちの祖母が降りてきましてね、でもうね、うっすらと孫、あ、ひ孫になるんか、僕は孫なんでひ孫ですわ、うちの子供のね、ひ孫のね、名前を薄ぼんやりとちょっと認識がちょっと不足してるんですよね。入所してね、もう5日ぐらいになるんですけど、で僕の子供もちょっと怪しいんですよね、だんだん忘れていきよるんやなと思ってね、それ見てね、ちょっとね、悲しくなりましたけどね、ま
まあでもね、元気でやって何よりだと思いますよ。僕はね、まあ、うちのばあちゃん95なんですけどね、次会うのが最後かもしれない、次会うのが最後かもしれないと思っていつも行くんですよ。そういった覚悟があるんですね。で、うちの子供もね、まあうちのばあちゃんがね、調子悪い、ね、施設に入っているってことは当然分かってますんでね、やっぱり会いに行くのがちょっと、会った後別れるのがね、ちょっと寂しいみたいでね。で、まあ、保育園のね、お友達とも別れるのも寂しいということで、今ね、ちょっとそのあたりがね、不安定なんですけど、まあでもね、子供にもね、ああいう介護施設、まあ、おばあちゃんと会いに行くっていうのとかね、まあ母親、私、子供3人でね、出かけることってあんまりないんですけど、あ、母親がね、昨日えらい喜んでましてね、私とね、その子供を連れて施設行くのがね、ちょっと楽しかったみたいでね、だいぶその、テンション上がってましたけどね。まあそういった時間もね、まあちょっと3月もお祭りになってきて、ピークを過ぎましたんでね、そういった時間を持てるようになればいいなと思ってますよ。今日はちょっと取り留めもない話なんですけどね、親子3人でね、休日、ばあちゃんの介護施設の方に行ったっつう話とねスマホはもう3代目っていう話ですねまあそんなこんなでね、毎日過ごしてますってことで、以上です。ありがとうございました。